海兵型潜水艦の2番艦白鯨の進水式が2021年10月14日、川崎重工神戸工場で行われたことは、みんなも知っているよね。白鯨は、今後、艦内偽装工事、海上工事を経て、2023年令和5年3月頃に海上自衛隊へ引き渡される予定となっているよ。海兵型潜水艦は、ディーゼルエレクトリック方式の通常動力潜水艦としては世界最大級であり、白鯨は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、乗員約70名、軸出力は6000馬力あるぜ。また、主機関はディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたことによって、潜航性能の向上が図られているぜ。加えて探知能力が向上したソナーや、静粛性が向上した船体構造が採用されているね。潜水艦の任務は、抑止、情報収集、警戒監視、艦隊援護、戦闘と多岐にわたるから、いろんな能力が必要になるし、中でも静粛性は必要不可欠だよね。騒音を撒き散らす潜水艦は潜水艦としての機能を果たさないからな。どこかの国は改造車両並みに騒がしい潜水艦を作っているみたいだけど、日本の潜水艦は大丈夫だよね。日本の潜水艦は海の忍者と称されるくらいだから、問題ないぜ。日本の技術力は素晴らしいからね。さて今回は、新型潜水艦白鯨の任務と能力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。潜水艦は存在そのものが抑止力となると言われていて、日本の海の最大の抑止力は潜水艦となっているよ。隠密性が高く見つけきれない潜水艦から発射された魚雷一発で、原子力潜水艦を含めて大型戦闘艦が人員と共に撃破されるってわけ。この抑止力は強力で、いつどこで攻撃されるか不安だから、敵対国は近寄れない状況になるんだ。だからこそ、潜水艦は何かあったらすぐ対応できる体制をとって日本の抑止力として海中でひっそりと頑張っているよ。ハイブリッド戦争を起とする国は近年、潜水艦を特殊部隊のプラットフォームとして運用することも想定していて、潜水艦は海からの隠密侵入に対しても抑止力となると言われているよ。どこかにいる、どこにいるかわからない、しかも強力。このように思わせられれば抑止は成功だね。見つからないように潜んでいることが潜水艦の仕事ってわけだ。抑止力はこのように見えないところでも発揮されていて、日本の潜水艦は隠密性が高く戦闘力も高いと諸外国が思ってくれる潜水艦を建造し続け、潜水艦部隊の自衛艦が安全に任務を遂行することが日本の抑止力なんだ。潜水艦の任務は、その隠密性、長期行動能力、遠距離水中探知能力等を活用して、常時継続的な情報収集、警戒監視を実施し、主要な海域の哨戒、防護に当たることだよ。防衛省は、次世代潜水艦用ソナーシステム研究の必要性として以下の2点を挙げていて、一つは我が国の潜水艦にとって脅威となり得る外国艦艇の水中捜索能力及び静粛性の向上に対処すること。また、情報通信技術の進展や潜海域における行動の必要性増大といった、潜水艦を取り巻く環境の変化に対応すること。潜海域、これは鳥もなおさず東シナ海を指しているね。東シナ海の防空識別圏内の約半分の海域は水深が100から200メートルだから、東シナ海から太平洋への通り道は宮古海峡というものだよ。この海峡で情報収集、警戒監視を続けることによって、音紋採集ができて、情報収集対象艦艇がどの場所を通るかを分析すれば当該艦艇の能力や戦法が分析できるってわけ。このデータをデータベース化することによって通る強艦艇の特定ができるようになるから、この任務遂行のため、この推進をこちら何有利なように利用することができる装備が必要ということだよ。また、従来なら無視していたような雑音から潜水艦や艦艇を検出することができるようになってきているぜ。まず敵に見つからない装備として、防衛装備庁などで行った非探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究などの成果である音波吸収材、振動、衝撃を緩和する浮き床構造などが採用され、艦隊にはソナーによる探知を防ぐため艦隊一面に吸音タイルが貼られ、白鯨の静粛性は一段と向上しているみたいだな。潜水艦の艦首、スクリュー及びハッチ厚さは極秘扱いになっているよ。水は1気圧では100度で沸騰するんだけど、スクリューが高速回転するとプロペラの翼の先端付近では流速が非常に速くなり水圧が下がるんだ。すると翼端の水が沸騰し泡ができて、この泡に向かって周囲の水が押し寄せる。泡が消える瞬間には水同士が、またスクリューにぶつかり音と振動が起こり、この振動が艦隊や機関と共鳴すると音が大きくなるってわけ。
この音は艦特有の音だから、この音をソナーで捉えれば、艦艇の音紋解析が出るみたい。飛散地防止、対衝撃潜水艦構造の研究では、静粛性の高い推進スクリュー、泡の出ないスクリュー形状が研究されていて、諸外国でも潜水艦探知ソナーの技術は著しく進んでいるよ。日本の潜水艦においても雑音の静粛化対策は重要かつ喫緊の課題だな。ちなみに太平はスクリューをつけて浸水式を行っているんだけど、白鯨にはそれがないんだ。同じではないことから秘匿度が上がったと考えられるから、スクリューについても白鯨は太平より改良されているだろうことが推測されているよ。太平の推進機はダクト付きスクリューなのか、リム駆動なのか、ポンプジェットか推測もできないけど、白鯨も太平もスクリューの軸はあるみたい。リム駆動なら軸もないだろうけど、もっとも、ダミーをつけて浸水式を行うこともあるから、これだけで一概に判断はできないね。概要で単独のディーゼル潜水艦が生き残るには、静粛に徹するしかなくて、潜水艦にとって隠密性は重要で、その点ではポンプジェットが有利なんだ。だけど、その利点は高速時の利点となっていて、低速時の電力消費効率はスクリューの方がいいみたい。推進に必要な電力は速度の3乗に比例して、速度が2倍になると消費電力は8倍になるんだ。ディーゼル潜水艦は、出せてもせいぜい20ノットで、源泉なら電力消費を考慮しなくていいんだけど、リチウムイオン電池には限界があるよ。ポンプジェットは隠密性に優れていても電力消費の点からディーゼル潜水艦では無理があると言われているらしいんだ。太平型は、ディーゼルエンジンで発電し、高性能シュノーケルで給排気する新型シュノーケル発電システムを装備しているよ。隠密性を高めるため小型で高出力化及び静粛化を図ったこのシステムは、大容量リチウムイオン蓄電池に短時間で所要の充電が可能で、潜水艦の飛散地防止性が向上したんだ。充電時間の短縮により、作戦海域での滞在時間が伸びたってわけだな。ソユー型11番艦の欧遊からは、水中で発電する AIP エアーインデペンデントプロパルジョン、非待機依存推進を廃止し、リチウムイオン蓄電池を搭載して、AIP 搭載艦が、AIP 搭載以前は数日間が限度だった低速時の水中持続力を2週間以上に延長したと言われていて、太平型はそれを上回ることは確かだろうね。白鯨には機関通式潜望鏡が1本装備され、デジタル画像で周囲を瞬時に撮影しますから、海面に潜望鏡を出す時間は極限されているみたい。次に敵を見つける装備として、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備され、探知能力が向上しているよ。ソナーの艦首アレイを艦首の形に合わせるコンフォーマル化でソナーの開口が拡大して能力が向上していて、側面アレイ及び栄光アレイに使われている光ファイバー受波アレイは、光ファイバーに加わる音圧によりファイバー内を伝播するレーザー光の位相や、強度が変化する現象を応用した潜水艦探査用水中マイクロフォンなんだ。このアレイは従来の圧電素子アレイに比べて、小型軽量化、低電力化され、しかも電磁ノイズ潜水艦内の電子機器から出る電磁波の干渉の超響きも受けない優れもの。このアレイが吸音材一体型水中受波器として、船体横長に配置され、精度が高く探知距離の大きい側面ソナーとなっているよ。また信号処理部で一種ソナーの探知情報が自動的に統合化され、これらにより、敵に見つかるより早く敵を発見できると言われているぜ。2021年6月29日の読売新聞によれば海上自衛隊はアクティブソナーを潜水艦に搭載することを検討しているみたいで、白鯨は浸水式時点ではパッシブソナーは当然あっても、まだアクティブソナーを搭載していないかもしれないね。艦隊が行動するとき、潜水艦は艦隊の下の海中で、敵の潜水艦から艦隊を援護するための行動をとるよ。潜水艦の潜水深度は、これまた極秘扱いだから推測になるんだけど、白鯨の最大潜水深度は900から1000メートルと思われているよ。諸外国の潜水艦の最大潜水深度はこれより浅いと言われていて、1000メートル付近を利用できれば地の利を得て、白鯨の戦闘能力と相まって、有利な戦闘を展開できるはずだよ。潜水艦は単独行動するのが前提で、潜水艦の存在を秘匿するため、電波や音波での通信も頻繁にはできないんだ。超長波での受信せよの指令で、発見される確率が、低い海域に移動して水面にアンテナを出して X バンドの衛星通信装置を使い、通信時間を最小限にして受信し、すぐに潜航するよ。潜水艦の武器といえば魚雷だよね。白鯨にはどんな魚雷が装備されているの？白鯨には HU606533mm 魚雷発射艦一式が装備されているよ。
ひとしきとは6門の発射管と魚雷発射に必要なその他の機材のことだね。大芸がこの発射管から8、9式超魚雷、最新の1、8式超魚雷、およびハープーン対艦ミサイルを発射できるとされていて、この点では白芸も同様と推測されているんだ。ちなみに魚雷を何発搭載しているかは当然秘密だぜ。人民日報日本語版では大芸が30発を搭載しているとされているが、どこからの情報なんだろうな。8、9式魚雷は浅い海では、岩礁など障害物を目標と誤認する可能性があるけど、18式超魚雷開発名称 GRX6 魚雷は優先誘導と自律誘導により敵のおとりおとりで声をも回避でき、命中率が向上したんだ。また地形が複雑な旋回域から深海域まで対応でき、アクティブ磁気起爆装置を搭載しており、艦艇の磁気に反応して爆発するよ。この魚雷は高層雑音の低減が図られ、静かな魚雷となり、敵からの非発見確率も下がり、戦術的優位性を確保できるぜ。また、艦尾の X 舵は音の反射方向を変えるステルス化の効果もあり、旋回性能及び振動変換性能が向上したとされているな。これにより着艇時の舵の損傷を防ぐことが可能となっているみたい。X 舵は、十字舵よりも大きな舵面積が確保でき、斜め45度に装備された、4枚の舵が独立して回答と姿勢制御機能を併せ持つことから一部故障時にも相関可能なんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。敵基地攻撃能力の保有について、日本政府が必死に検討していることは、すでに多くの軍事アナリストも承知しているよね。国民の間にもその話題が周知されつつあるし、一部の左翼系活動家が戦闘反対と煽っているのもあって、少しずつ話題になりつつあるよな。ここに来て、日本政府の重い腰もようやく上がり始めたみたいでよかったよ。敵基地攻撃能力の保有と戦闘機での敵基地攻撃について閣議決定されるまでに至ったからな。明日にも攻撃を受けるかもしれない、そんなリスキーな状況であることを。どれだけの人々が理解していたのかはわからないが、自分の国は自分で守るという、当たり前のことを実践することは大切だぜ。それを躊躇させるようなことは、国内からでも他国からでもやめてほしいよ。そうだね。さて今回は敵基地攻撃能力の基本と、それを取り巻く周辺国への影響などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。皆さんは、ウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を、リアルタイムに目撃している時代の証人になっているよね。そして、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情だよ。そもそも、明日の朝、北朝鮮が日本を攻撃すると言われて信じる人間が何人いるのかな。2000年代に比べれば信じる人もいるだろうけど、その人たちはこうも言うんじゃないかな。アメリカと自衛隊がいるから、反撃してくれれば、北朝鮮の方がむしろ負けるって。でも、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。日米安保条約があるじゃないかという声もあるが、ウクライナとロシアの争いに対して、予期仲裁者を演じるかを思われたアメリカは、ロシアに対して経済的な警告しか与えることができず、自分の投入を明確に否定したことで、ロシアに侵攻を決断させた一面は否定できないぜ。つまり、日本は日米安保条約にあぐらをかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないかっていう、そういうリスクをしっかりと認識して、自分の国は自分で守ることを考えなくてはならないってことだね。ウクライナ情勢がどうあれ、南西諸島の島民の間では危機感が以前と比べて増している実情があるんだ。にもかかわらず、沖縄県知事と現地メディアはその危機感についてあえて触れないようにしているのか、それともわかっていて触れないのかはわからないけど、県民がみんな気づいている明確な脅威について、報じることもなければ、対応について語ることもないよね。辺野古の海を守れ、普天間の基地をなくせ、アメリカの基地は沖縄にいらない、そういう報道は常日頃からなされているけど、ではそれらの全てが実現した時、赤色の国旗が掲げられていても平気なのかな。マスコミも偏向報道を指摘されないようにするためか、中には沖縄独立論を打ち出すマスコミや専門家も出てくるありさまだしな。独立したとして、それは中国の属国としての沖縄を目指すことになるのかどうかはわからないが、何かしらの政治的意図を持った、別の意味の偏向報道であるとも取れるよな。さて、そんな状況下において、日本政府が敵基地攻撃能力について真剣に検討を始めたことは、非常に喜ばしいことだよね。敵基地を攻撃するなんて、戦争をする国になってしまうとか、
憲法9条があるのにという報道はどんどん聞こえてくるけど、皆さんに誤解されたくないから説明していくよ。ここで言う敵基地攻撃能力とは、日本の領土が攻撃される、日本の国民の生命や財産が失われる非常時において、その危険が明白になっている時に、初めて行われるものなんだ。一部の活動家が煽っているけど、領土的野心を持って敵基地を攻撃するのではなく、日本の領土、国民の生命や財産を守るために攻撃をする防衛のための攻撃であること、そのことをぜひ誤解しないようにしていただきたいと思うんだよね。敵基地攻撃能力を一番に行使する可能性が高いのは、北朝鮮だよ。2022年になってから、超音速ミサイル、弾道ミサイルなどの発射実験を繰り返し、すでに正式採用されたミサイル群は日本をターゲットに配備されていることは間違いない情勢で、日本としては撃たれる前に攻撃して、その能力を奪っておきたいところだね。北朝鮮のこの行動は、日本のミサイル防衛は機能するのか、日本の防衛システムに対する根源的な命題を突きつけたとも言えるわけで、どんどん北朝鮮の行動がエスカレートするたびに、日本では敵基地攻撃能力についての議論が沸騰する、そんな展開がしばらく続くのではないかと思われるよ。現在の日本のミサイル防衛システムは、核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されているけど、発射時より弓なりの軌道を変えて飛翔する弾道ミサイルの場合、着弾地点の予測が比較的に容易なため、それらに対処する仕様となっているのが実情だね。だけど、近年北朝鮮が実験を繰り返しているミサイルは、変則的な軌道を核とされている新型の弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して目標に向かう巡航ミサイルであり、現行の日本のミサイル防衛システムが果たして通用するのかどうか、大きな問題に直面しているってわけ。日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在だよね。北朝鮮の動向によっては、それらの戦力が第一次攻撃を行ってくれるであろうことから、日本に対する先制攻撃を実際に北朝鮮が行うかといえば、まず自国本土の防衛を優先することになるだろうし、仮に、北朝鮮が先制攻撃を行っても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃に自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることは現実であり、北朝鮮もそのことを十分認識していることから、これこそ抑止力が機能している状況とも言えるよな。ちなみに、周辺を敵国に囲まれているイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる防空網を構築しており、その精度は弾道ミサイルのみならず、兵士が携帯して発射するロケット砲すら迎撃する防空網となっていることから、周辺敵国に対してもかなりの脅威を生み出しているよ。とはいえ、このアイアンドームといえども、敵のミサイルやロケット弾を迎撃するには、その目標1箇所に対して2発の発射を行う必要があるため、物量に物を言わせた波状攻撃を仕掛けられてしまえば完全な防御ができなくなる場合もあるみたい。同様の状況下にある国といえば台湾もこれと似た状況だな。圧倒的に優勢な中国軍に対し、多数の地対空ミサイルを配備して中国軍の航空機の接近を阻止する戦術を取り、有効な防衛網を構築している状況だが、昨今では中国軍機が威嚇的に台湾領空を侵犯する飛行を繰り返していることから、これらの威嚇行為に対してどのような対応をするかが課題となっているぜ。台湾は、2021年以降にアメリカからイージスシステムの更新契約や、最新型戦闘機の購入契約などを立て続けに締結しており、明確な同盟関係ではないものの、アメリカの傘にいることを中国にしっかりアピールできている状況だよ。そのことも、台湾が自国を守るために必要な行動と矜持を示したものであり、日本もぜひ見習うべき部分だと思うね。では、日本の敵基地攻撃能力に話を戻そうと思うよ。他国が様々な知恵とパワーバランスを保ちながら自国の防衛に勤しんでいることは明らかだけど、やはり有効な兵器の存在が、敵国の侵略意欲を削ぐ効果があることは否定できないんだ。日本では、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局やその背後に控える中国海軍の艦艇の接近を阻止するため、2019年3月に奄美大島、2020年3月に宮古島への人に意識地対艦誘導弾を配備したよ。人に意識地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているね。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程と言えるほどではないんだけど、
2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長を行うことを決定しているよ。さらに、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだけど、この部分まで性能を高めることを想定しているみたい。また、重装は車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によって、いつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する効果的な威圧を行うことを目指しているよ。現代の国際情勢において、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか現実的な対応策はない。そのことは、ロシアとウクライナの状況を見ても明白だよな。一蓋式地対艦誘導弾の改良型は、まさにその報復的な反撃が可能な兵器であり、敵基地攻撃能力を十分に有することのできる、日本の国防に欠かせない兵器だぜ。にもかかわらず、日本が敵基地攻撃能力を持つことを憲法違反などと叫ぶ人々には、これ以外の方法で国を守ることのできる方法をぜひ示していただきたいよね。その上で主義主張を唱えていただきたいと思うのは、多くの良識的な日本国民が思っていることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の最大級護衛艦出雲型の2隻について、みんなは知っているよね。軽空母化が進められているってやつだよね。そうそう。現在、その動きが目まぐるしく変わっているみたい。2021年には実際にアメリカ海兵隊との合同訓練をも実施したみたいだな。うんうん、今回はこれら2隻の動きをまとめてみたから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊全体の2021年を振り返ってみると、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲が、航空母艦化への改修の第一段階を無事クリアしたことで、日本の進むべき方向性が間違っていなかったことを、関係者一同が無事に確かめられた一年だったように感じるね。すでに2020年より出雲はジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第一回目の航空母艦化改修を行って、飛行甲板の耐熱工事を完了させており、それを踏まえて2021年10月には艦載機として搭載予定の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストに臨み、無事に成功させているよ。このテストについて、詳しい内容は明らかになっていないんだけど、自衛隊の公式発表から具体的な内容や成果を掘り下げていこうと思うんだけど、今回の訓練が実施されたのは、四国の沖合洋上だと発表されているんだ。だけど、現在の日本は F-35 ライトニング 2B 型を自らが所有しておらず、現在調達途上にあるよ。今回のテストが成功したのは、山口県岩国基地所属のアメリカ海兵隊に、配備されている同機が協力したからこそ実現したと言えるね。防衛省では、このテスト時の様子の一部を動画で公開しているみたいだぜ。公開されている動画は、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を収めた2分強となっており、この動画は SNS 上でも公開されているようだな。具体的な内容としては、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態を簡単に視聴することができ、軍事関係者でなくとも興味を持って視聴できると思うぜ。もちろん、この動画は世界中に公開されているわけで、中国や韓国、北朝鮮やロシアなどの近隣国でも確認することができるんだ。この動画が影響したのかどうかわからないけど、もともと日本が空母を所有することが面白くない中国や韓国は日本の軍国主義が進むことへの懸念を表明し、明らかに面白くないご様子のようだね。韓国に至っては、自国の強襲揚陸艦を空母化改装し、自らも空母所有国になる計画をぶち上げるなど、日本への対抗意識が見えているし、そんな見えだけで自国の国防をあれこれ考えられても困るだろうね。隣国がそれほど嫌がる日本の空母所有計画、
その柱はなんといってもヘリ搭載型護衛艦出雲型の空母化改装となっているよ。出雲型空母化改装の第一段階として、2020年から2021年6月の改修工事が行われ、出雲には F35 ライトニング 2B 型の離発着時に発生するエンジン排気熱に対する飛行甲板の耐熱加工が行われたみたい。見かけ上は従来とさほど変わってはいないんだけど、大きなポテンシャルアップを果たしていることは十分期待できるよ。出雲に対する航空母艦化の今後の流れは、2022年中にアメリカ本土の東海岸の基地に出雲が直接出向き、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けることが予想されているね。この認証は1年程度時間がかかるものであり、スムーズにいけば2023年から2024年にかけて出雲が日本に戻ってくることになるんだけど、その後も出雲はアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を必要に応じて求め、離発着訓練などの艦載機の運用ノウハウの蓄積に努めるものと思われるよ。そして、2025年に2度目の改修工事を行い、飛行甲板の形状に手を加えることになるんだ。現在の甲板先端部は台形になっているんだけど、2度目の改修工事でアメリカの強襲揚陸艦のような四角形に変更する予定とされており、この改修工事が完了すれば、外観からも明らかに航空母艦として認識できるようになると思われるんだ。ちなみに、飛行甲板の先端部の形状変更がなされていない現状でも、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能だが、アメリカ東海岸への開港時でも第二次改修は未実施の状態で認証取得に向かうこととなるぜ。SNS 上に公開されている動画を確認しても、F-35 ライトニング 2B 型は艦首部に向けてスルスルと短距離滑走を行い、既存の飛行甲板台形から、問題なく発艦していく様子が確認できるな。そもそも、艦首部の飛行甲板を台形上から四角形に改修する理由が不明瞭かもしれないね。その目的は、離発着に必要な面積を増やすというよりは、飛行甲板そのものの面積を拡張することで駐機スペースを隠して、F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離を確保しつつ、必要な機数を駐機させるだけのスペースを確保することが目的とみられているよ。これは、航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として出雲が運用可能となった場合でも、対潜哨戒対潜哨戒任務などにおいて SH-60J ヘリなどの運用を継続するために、必要な駐機スペースを確保しておくためとも言われているんだ。つまり、出雲型は単なる空母ではなく、哨戒拠点としての利活用など、複数の任務に対応できるだけの能力を持たせようとする多目的艦としての利用を基としているものと思われるよ。実際、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスなどが装備しているスキージャンプ式の発艦装置を設けないことも、こうした出雲らの対潜哨戒能力の維持を狙っている表れかもしれないね。実は出雲型護衛艦、すでに対潜哨戒能力を有していることは、一般人にはあまり知られていないんだよな。出雲型護衛艦には、艦首部の水面下の部分に対潜哨戒用の大型のソーナー設備をすでに搭載しており、今でもすでに対潜哨戒能力を保持しているぜ。だけど、対潜哨戒設備を保有している都合上、さらに艦首部分を重たくすることになるスキージャンプ式の発艦装置の搭載は見合わせたとも言われているな。艦の重量バランスが崩れてしまうことを避けたとも考えられるよね。本来、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用を優先すれば、燃料や兵装を多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置を採用することが、最も運用効率には優れていると言えるよ。でも、海上自衛隊の事情では、出雲に多目的の任務を与えたいわけで、一種のジレンマを抱えているんだろうね。さて、この出雲、同型艦で2番艦の加賀も同様に航空母艦化改修が予定されているんだけど、こちらは実は出雲より早く、来年2022年からの第1回目の工事で艦首部の拡張を含む大改修が行われる予定となっているよ。加賀は、2024年にアメリカ本土の東海岸の基地に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られており、これを終えた後に航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入る見込みとされているんだ。そのため加賀は、出雲よりも先に空母としての実運用が行えるようになると見込まれており、2026年頃には F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築することが可能となっているみたい。その後、2027年頃に出雲の運用体制の効率が完成し、海上自衛隊は晴れて2隻の空母を運用する一流の海軍国の仲間入りを果たす。
というスケジュールとなっているようだね。出雲や加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、その運用を海上自衛隊ではなく航空自衛隊が担うことになるみたい。航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2B 型を42機を調達する計画で動いており、訓練拠点としての配備場所を宮崎県の新田原基地にすることを国が発表しているよ。香川広島県の呉基地を母港であり、新田原基地は距離的にも理想的な位置にありますし、新設に向けて準備が進められている空母機離着陸練習場の予定地である、鹿児島県の馬毛島にも近いことから、訓練の効率化や南西諸島防衛にベストな立地と言えるんだよね。だけど、F-35 ライトニング 2B 型が新田原基地へ配備される予定だと公表されると、日本ならではのレフトウィング関係団体が行動を始めており、騒音の被害を名目にその配備反対を主張していることが報じられているよ。いつものように兵器が来れば攻撃される基地があるから戦争に巻き込まれる、騒音で生活権を奪われるなどと主張しているこれらの団体だけど、基地があり、精鋭の飛行隊がいるからこそ守られる国土もあるわけで、それに対する答えが一切ないのは何とも言い難い話だよね。先ほど F-35 ライトニング 2B 型の拠点とされる場所として紹介した新田原基地だけど、この新田原基地自体は季節の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されているよ。すでにある程度の離発着がこなされているわけで、常識的に考えても同期に比べ F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が激しいなどということは考え難いよね。すでに反対運動が起きていても叱るべきであろう。という問いかけに特定の団体閣議はどのように答えを返してくれるんだろうね。また、鹿児島の馬毛島でも地方自治体において反対派と賛成派が分かれており、反対派の市長が当選した西之表市は依然としてアセスメントの結果次第と、基地の受け入れを自治体として同意したわけではないんだ。だが、自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は国が下ろした国防政策であり、どちらが優先かは誰の目に見ても明らかであろうと思うぜ。国を守るという当たり前のこと、これを無視して軍事施設が存在するから敵の攻撃目標にされてしまうのだなどと本末転倒な主張を繰り返す勢力には、問いかけたいことがいっぱいあるよね。例えば尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の圧力に対抗するために、何か有効な代案とは何かとかな。中国に対して軍事的な圧力を行わないように訴えるとき、どんなことを訴えれば効果があるのかとかね。これらを提示する義務がなければ、ただの言いたい放題にしかならないわけだし、国に対して何かを求めるならば、自分たちだって求められたらしっかりと対応する、それくらいの矜持を見せてほしいものだよ。実際、航空母艦化が完了した後の出雲と加賀を見てみると、これが中国や韓国が言う軍事大国日本を意識させるものなのかは、正直言って疑問に思うんだ。領艦に対して、拡張工事を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は最大で十数機程度と見られており、航空戦力としての数値としては微妙だしね。中国の空母などは、その3倍以上の艦載機を搭載しているわけで、どっちが軍事大国なんだと聞けば、可愛い用事でも中国の方を指さすに決まっているだろうぜ。そんな中国に対抗するために、持たなくてもいいものを持たなければならなくなった感じだしね。うんうん、日本の立場というものを、日本国民としてもしっかり理解しておきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。そういえば、鹿児島県の馬毛島に訓練施設ができるって話だったがどうなってるんだ？基地や訓練施設ができるのはあんまり、歓迎されないみたいだから進んでないんじゃないのかな。確かに他の県の前例を見ても基地や訓練施設が、設置されるのは地域住民などの反対で話がなかなか進まないよね。でも、馬毛島の訓練施設に関しては、ちょっと今までとは違うみたいなんだよね。馬毛島は、鹿児島県種子島の西方12キロの東シナ海海上に、位置している小さな島で、面積は820平方メートル、周囲 16.5 キロの小さな島なんだけど、急にこの小さな島が話題に上がるようになってきたよね。その原因は日本と、アメリカの日米安保条約に関連した、施設整備計画が持ち上がったからなんだ。今回はその馬毛島と日米安保の関連性、中国の反応などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。馬毛島が注目を集めたのは平成19年に硫黄島に変わる、当時の種子島、
屋久島一市三町は議会で反対決議を行うなどして、地域としては受け入れを容認できない姿勢を示していたんだけど、その後も沖縄の普天間基地の移設候補地として検討されるなど、馬毛島は日本とアメリカの防衛基地としてその度に注目されてきたんだ。まあ、当然すんなりとは受け入れてもらえないよな。やっぱり地元に軍事施設ができるのはいい気がしないもんな。今でも基地がある周辺の地域では事故や事件も起きてるもんね。できれば地元には基地は作らないでほしい。が正直な気持ちだね。この話が持ち上がったのが、まだ平成時代のことだからね。地方自治体や地域住民が反対するのも無理はないよ。なんせ戦争を経験した人たちがまだまだ多い時代だからね。基地ができると、その地域が真っ先に攻撃を受ける可能性があるという、一部の人たちの主張にも説得力があったからね。そして何よりも当時と今の違うところは中国の動きだよ。当時から中国は尖閣諸島の領有権を主張していたんだけど、今ほど領海侵犯を当たり前のように犯し、大胆な挑発行為を行っていなかった。だから当時は、基地を作ることで隣国を刺激し、軍が攻めてくるかもしれないという考えがあったみたいなんだよね。でも、今となっては違うよな。中国が当たり前のように日本の領海を犯してくる時代だもんな。逆に基地がある方が抑止力になると思うぞ。うん。そうなんだよ。2022年に入り当時反対運動を行っていた地方自治体や地域住民が、その麻薬の行動を取るようになってきたみたいなんだよ。2021年頃から、馬毛島への訓練施設誘致を早く進めてほしいと、賛成決議を行うようになったそうなんだ。地方自治体や地域の人たちが中国の脅威を真剣に考え出したってことだろうね。皆がよく見るテレビの報道などでは、未だに反対意見が多いように取り上げられているけど、実はその麻薬で、地域住民は賛成派が多いということらしいんだよね。住民は、現実的に考えてやはり最近の中国の大胆な動きに脅威を感じてるんだろう。これは、ちょっと深掘りしすぎかもしれないが、一部の政治家や他の地域からいきなり現れ反対運動を先導している人たちがいるようなんだ。地域住民のふりをして、反対運動を行う活動家みたいな人たちだ。これは沖縄の普天間基地の反対運動でも同じような人たちがいたようだね。一部の政治家や一部の国民の中には日本の国土を守るのではなく、売ろうとするような人たちがいるってことなんだよね。アメリカと日本の軍事基地を作られて困る人たちか、中国寄りの思想を持った人ということだな。2022年2月には、鹿児島県種ヶ島にある中種町の町長が、九州防衛局種ヶ島連絡所を訪れ、馬毛島の自衛隊施設の早期推進を求める要望書を岸信夫防衛省宛に提出したんだ。同日、同じく種ヶ島にある南種町の町長も、同連絡所を訪れて早期推進を促す要望書を提出。これで種ヶ島にある3つの自治体のうち2つが足並みを揃え、自衛隊施設の整備推進を訴える行動に出たんだ。なんで2つの自治体が足並み揃えて行動を起こしたんだろうね。それは、馬毛島は西之表市の行政区域であることから、是非を発言する立場にないとして明言を避けていた領長だったんだけど、西之表市議会が計画に賛意示す意見提出を可決したにもかかわらず現職の矢板市長が反対の姿勢を崩さないために、それに業を煮やした領長が行動に出たんだと思うよ。三つの自治体のうち二つは賛成してるんだろ。西之表市の市長はどう動くか今後見ものだな。そうだね。西之表市が今後どのようなリアクションを取るのか非常に気になるね。西之表市は市議会による設備賛成の決議を無視したまま、矢板市長が反対の姿勢を崩さない状況が続いていて住民も二分されている状況になっていると言われてるんだ。朝日新聞社出身の矢板市長はどう考えているのか？反対意見が住民の総意とは言えない状況で、どう動くんだろうね。うん？あの新聞社出身なのか。ちょっと察した。え、何が？どういうこと？今はまだ知らなくてもいいよ。それでもね、さすがに二町の動きに焦りを感じたんだろうね。矢板市長は苦し紛れの行動に出たようなんだよ。西之表市内にあるとされる40の団体に整備の是非を問うヒアリングを行うと発表したんだ。なんで今さらヒアリングなん？ヒアリングによって住民の意見を聞き、意見を集約して公表するということなんだけどね。はぁ？なんで今さらヒアリングなんだよ。自分の都合が悪くなったら住民に丸投げかよ。自分の意見はどうなんだよな。二つの小さな自治体としては自衛隊設備誘致に踏み切った大きな理由があるんだよね。それはやっぱり財源なんだ。
国は防衛施設などを設置した自治体に対して交付金の名目で資金援助を行うことから、自治体としては財源が得られて独自の政策を行えるというメリットが大きいんだよね。やっぱりお金は大事だもんね。背に腹は変えられないからさ。うん。仮に自衛隊施設が馬毛島に誘致されたとするだろ。それに伴って交付される交付金や補助金は4つ5つの名目で交付され、億単位のお金が国から支給されるんだよ。それだけじゃないよ。自衛隊施設ができれば、自衛隊員がそこに住むことになるよね。馬毛島に自衛隊の宿舎や寮などが建設されればそこで働く人が増え、税収も期待できる。もちろんいろいろな施設ができればそれに対する固定資産税もあるよね。税収が乏しい小さな自治体にとっては、国からの補助金、交付金、所得税、固定資産税などの税収だけで自治体はかなり潤うことになるよね。そうだよな。基地ができればその家族も一緒に来るだろうし、若い世代も増えてお金も使ってもらえる。地元の商店も潤うことになるもんな。そうだよね。基地を作ろうと思えば建設の段階から、作業を行う人たちが滞在することになるもんね。その期間も考えれば経済効果は計り知れないね。そうだよね。これらのこともあって西之表市では賛成派の市議会議員や、団体からもこのままじゃ西之表市だけが置いていかれる、と危機感を訴える声が上がっていて、今からでも賛成に切り替えて西之表市にも自衛隊施設を誘致すべきとの意見が出始めていて、そろそろ西之表市も方向転換を余儀なくされてる状況なんだよね。あとは矢板市長がどう動くか。ってところだな。日本の防衛にとって馬毛島に自衛隊施設を建設することは重要なことなんだ。護衛艦出雲、加賀の軽空母化に伴い、艦載機の訓練場所を確保しなくてはならない。アメリカ海軍の空母艦載機の訓練場所として活用することで、中国へのプレッシャーを与えることにもなり、抑止力にもなる。訓練施設とは言いつつも当然有事になれば基地として運用されることだろうから、尖閣諸島にわずか5分ほどで到着できる位置に基地があることで、沖縄を叩きたいと思っている中国にとっては大きな障害になる。今のままだと尖閣諸島周辺は中国のやりたい放題。中国にプレッシャーをかけ続けるために馬毛島に、施設を早急に建設する必要があると思うんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はい。雑学の時間だよ。来た。今日はヘリポートについてお話しするね。ヘリポートに書かれているマークには H マークや R マークの2種類があるのを知ってた？この H マークや R マークにはどのような意味があるのか、どのような違いがあるのか、解説するね。まずは H マークなんだけど、これはヘリポートの頭文字から取ったものなんだ。H マークが書かれているヘリポートでは、許可申請を受けたヘリコプターが離着陸することができるんだ。ただ、H マークが書かれたヘリポートについては、どこにでも設置できるってわけじゃないんだよ。ヘリコプターが離着陸する際にかかる重量や負荷に耐えられる場所にのみ、H マークのヘリポートを設置することができるんだ。さらに、安全に離着陸ができるように、ヘリポートの周囲にヘリコプターの飛行を阻害するようなものがある場合は、ヘリポートの設置はできないんだ。そのため、H マークのヘリポートは離着陸の負荷に耐えられる地面で、何もない開けた平地の真ん中などに設置されているんだよね。次に R マークの意味を説明するね。R マークは、実はヘリコプターが離着陸することができないんだ。そのため、R マークはヘリポートによく似ているけど、ヘリポートではないんだよ。R マークはレスキューの頭文字を取ったものであり、緊急救助スペースという意味なんだ。ヘリポートではなく、あくまでも緊急時の救助スペースであることから、ヘリコプターは R マークの上でホバリングしながら救助をすることになるんだ。R マークはヘリコプターの離着陸に耐えられないビルの屋上などでよく見かけるよね。ヘリコプターが救助に来たのに、離着陸の際に建物が崩れたりすると、二次災害が起きる可能性があるからね。この2種類のマークの意味から、最大の違いはヘリコプターが離着陸可能かどうかってことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。いよいよ日本とイギリスの日英同盟が本格化してきたみたいだな。日本とイギリスが共同で戦闘機開発に乗り出すって話だけど本当なの？うん、これは本当みたいだね。令和の日英同盟と言われていて、次世代の戦闘機開発を行うみたいだよ。アメリカの戦闘機を購入の話も出てたよね。イギリスとは結構関係性は友好で今までも共同で何か開発してたよな。そうだね。イギリスからの誘いがあったようで、もともと日本とイギリスは、
戦闘機用のミサイル誘導装置の開発など、様々な分野で良い関係性を築いてきたんだ。そんな日本とイギリスなんだけど、2022年2月に両国政府関係者が協定を結んで、次期戦闘機向けの高性能センサーシステムを共同開発することを発表したんだ。センサーシステムの共同開発という軍事目的のものを日本が、アメリカ以外と共同開発することは第二次世界大戦以降、異例のことなんだよね。そこで今回は日本とイギリスの関係性と、その背景について詳しく見ていこう。それじゃあ行ってみよう。日本とイギリスが共同開発するのは、それぞれが開発している次世代型戦闘機用のセンサーシステムジャガーというものなんだよ。センサーシステムというのは、戦闘機が陸海空から出現する敵を発見したり、迅速に正確に標的を特定するために使用されるんだ。さらに敵の監視技術を無効にする能力を向上させるために、レーダー技術において最高レベルの技術を持つ日本と、次世代型戦闘機の開発のノウハウを持っているイギリスが、手を組んでレーダー開発を進めていく方針なんだ。なんかすごいものができそうな予感だよね。そうだな、これは期待できるよな。日本の技術力も大いに発揮できそうだもんな。防衛装備庁は多数の受信ビームを同時に形成することで、瞬時に広範囲を探索することができると今回の共同開発の意義を強調していて、完成を目指している航空機搭載用レーダーシステム技術は他国でも実用例がないもので、実用化できれば航空機の探索能力が飛躍的にアップすると期待されてるんだ。これが実用化できれば戦闘機開発で他国を一歩も二歩もリードできそうだな。このレーダーシステムが実用化されるのに何年くらいかかるんだろうね。そうだね。その件に関してはイギリスの国防省が今回のプロジェクトについて発表してるから見てみよう。イギリス国防省の発表によると、ジャガーシステムを設計、構築、評価までするのに、最低5年はかかるんじゃないかと発表しているよ。民間企業としてイタリア防衛産業大手のレオナルド社の、イギリス法人と日本企業が参加することを明らかにしているんだ。5年か、早いのか遅いのかよくわからんな。日本とイギリスでそれぞれ実証機が製造されて、両国の専門技術を高めるために、得られた成果や技術を共有しながら作業を進めていく方針なんだ。それを考えると、5年という歳月は妥当と考えられると思うよ。もう一月になる開発費のことなんだけど、これに関しては日本もイギリスもジャガー計画に、どれほどの予算を当てるかは明言していないんだ。日本に関してはこのプロジェクトに参加する企業名さえも明らかにしていない。このことが何を意味するのかはわからないんだけど、日本とイギリスではこのプロジェクトに対する捉え方が違うようだね。イギリスは国内の軍需産業にとって有益なことと明言しているのに対して、日本は高度な性能を有する次世代戦闘機を保有することができることをアピールしているんだ。そやな、日本はいわば普通の企業なわけじゃん。軍事専門の企業は存在しないだろ。他国は、軍事兵器専門の企業が存在するからな。そのことを考えても、プロジェクトに対する考え方は違うだろうな。プロジェクトに対する考え方はともかく、素晴らしいものを共同で開発してくれるなら問題ないよ。そうだね。それじゃあ今度は次世代戦闘機を取り巻く日本とイギリスの実情を見ていこう。日本は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機の開発を国産主導で行っていたよね。今回のジャガー計画で、開発に成功した次世代センサーシステムを、次世代機に搭載することを目指してるわけなんだけど、実際 F22 戦闘機が2035年には実戦配備できるように目指してるそうなんだ。この F2 戦闘機の後継機の開発は日本主導なんだろ？日本のどの企業が関わっているんだ？うん。2020年10月に開発主体のプライム企業として三菱重工業と契約したみたいだね。同社が全体を統括して共同でエンジン、機体、レーダーなどの開発を進める体制を構築したそうだ。やっぱり三菱重工業なんだね。開発の主体となるのは、やっぱり三菱重工業だけど、それに加えて IHI、川崎重工業、スバル、東芝、NEC、富士通、三菱電機が新たに加わり、発射による共同開発で進めていくそうなんだ。日本が誇る名だたる企業ばかりだな。すごいものができそうで期待しかないぜ。さらに防衛省は、次世代戦闘機についてアメリカ空軍との相互運用性も考えていて、日本企業に加えて、ロッキード・マーティン社を、総合支援企業として選定したみたいだよ。アメリカが持つ最先端の戦闘機技術のノウハウを吸収しつつ、
官民一体となって戦闘機を開発していこうというのが日本の方針のようだよ。イギリスでは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後続機としてテンペストの開発を進めていて、こちらも2035年頃の実戦配備を目指してるようなんだ。日本の後続機の実戦配備と同じスケジューリングであることから、今回の共同開発の話が持ち上がってきたのではないかと言われてるんだよ。アメリカのロッキードマーティン社がついてくれれば怖いものなしだね。今回の次世代戦闘機の開発はジャガー計画だけじゃなくて、日本とイギリスで次世代戦闘機のエンジンも共同で開発するそうなんだ。2021年12月には、日本政府とイギリス政府が次期戦闘機エンジン実証機について、日本の IHI とロールスロイス社が共同で開発すると発表してるんだ。さらに防衛省は、2021年に41億円の予算を投じて、次期戦闘機用の高機能レーダー技術の開発を日本とイギリスで共同開発することも発表してるんだ。でもよ、基本戦闘機や兵器などに関してはアメリカとズブズブだっただろ。次世代戦闘機を開発する上で、イギリスとの共同開発についてはアメリカは何も言わないのか？うん、そうだね。防衛省はもともとアメリカとの相互運用性を重視しているんだよね。航空自衛隊が導入を進めている F-35 ライトニングも、アメリカのロッキードマーティン社製だったよね。今回イギリスとの共同開発を進めている戦闘機も、あくまでも F-2 戦闘機の後継機としての国産戦闘機で、アメリカとの関係はこのまま継続することになるよ。護衛艦出雲加賀の軽空母化によって艦載する戦闘機は F-35 だし、アメリカとの関係もしっかりと維持しながら、イギリスとの共同開発も進めていくということなんだよね。そのこともあって、今回のプロジェクトの開発支援企業として、ロッキードマーティン社を選定しているんだろうね。まあ、ここ最近のアメリカの動きを見ていると、アメリカの顔色ばかりを伺っているのもどうかと思うけどな。そうだよね。今回のウクライナの件でも、実際にアメリカは何も手出しできない状況だもんね。うん、確かにもし日本に中国やロシアが軍事侵攻してきた場合、アメリカが助けてくれる保証はどこにもない。そう考えると今回のアメリカ以外の国との共同開発というのは大きな意義を持つと思うんだよね。日本が独自の力で防衛力を高めていくしかないと思うんだよね。アメリカの顔色を伺ったり事情を気にすることなく、戦闘機を国内企業が開発するのが望ましくて、同時に最先端の技術やノウハウを持つ諸外国と共同開発していくことが望ましいと思う。その点で、日本はエンジンやミサイルの技術が欲しくて、イギリスはレーダーやセンサーの技術が欲しいということで、お互いに技術や費用面で乏しいところを補いつつ、高性能な次世代戦闘機を効率よく開発できるということなんだ。そうだね、いつまでもアメリカには頼ってられないよね。自国は自国で守れなきゃね。実際、今の日本はアメリカの後ろ盾がないと何もできないと思われてるからな。中国や北朝鮮、ロシアには舐められてるからな。共同開発とはいえアメリカに頼ることなく戦闘機を開発することが何かいいきっかけになるといいよな。うん。やはり自分たちの国は自分たちで守るが基本だと思う。そして日本には世界最高峰の技術力とそれを有する企業がある。開発力でも遅れは取らないはずだよ。世界最高峰の次世代戦闘機が完成することを楽しみにしておこう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日の雑学行ってみよう。待ってました。今日は何を教えてくれるんだ？今日はウインナーとソーセージの違いについて話そうか。ウインナーとソーセージは何が違うと思う？みんなその違いがわからずに食べているんじゃない？じゃあ早速その違いについて触れていくよ。まずウインナーについて調べてみると、実はウインナーソーセージの略であり、ソーセージの一種であることがわかったよ。一口にソーセージと言っても、魚肉ソーセージなどもあるし、いろいろな種類があるよね。そう考えるとウインナーがソーセージの一種であることは納得できる。それじゃあ、ソーセージとは何なの？ソーセージは、肉をひき肉にして味付けなどをした上で腸などに詰めたものの総称なんだ。ひき肉を腸に詰めたものを見た時には、とりあえずソーセージと言って間違いないということだね。いろいろなソーセージがあると言ったけど、具体的にはどのように呼び方を分けているんだろうね。以前は、何の動物の腸に詰めるかによって呼び方が異なってたみたいなんだ。しかし、昨今では人工の皮ケーシングに詰められていることが多いため、この呼び分けではなくなったんだ。最近では、この人工の皮ケーシングの太さによって呼び方を変えているそうなんだ。昔は羊の腸にひき肉を詰めたものをウインナーソーセージ、豚の腸にひき肉を詰めたものをフランクフルトソーセージ、牛の腸にひき肉を詰めたものをボロニアソーセージと呼んでいたんだ。
ということでウインナーとソーセージに違いはなく、ウインナーはウインナーソーセージの略で、ソーセージの一種のことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。2022年度の防衛予算で、レールガンと呼ばれる次世代兵器の開発費の予算が計上されたよ。ついに日本もレールガンの開発を本格的に進める時が来たんだね。この時を待っていたよ。レールガンは心躍るよな。火薬を使わないなんて近未来的だし、SF チックな兵器の代表例みたいなものだしな。超電磁砲って響きがそもそもかっこいいもんね。そうだね。さて今回はそんなレールガンの開発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそもレールガンとは、火薬を使用せず、電動性の高い2本のレールに高圧電流を流すことにより磁場を発生させ、その磁場の力電磁気力ローレンツ力で砲弾を加速して打ち出す装置のことだよ。火薬を必要とせず、電気エネルギーさえ調達できれば、非常に高い方向初速度で砲弾を撃つことが可能であるため、非常に高威力の近未来的な兵器として、科学が発展した未来を題材とした映画では、レーザー兵器とともに未来兵器の定番としてよく登場するよね。嬉しいけど、それはなぜなのかな ?2022 年1月12日に BS 日テレの真相ニュースの中で、小野寺逸則元防衛大臣と小原凡司笹川平和財団上席研究員が、その理由について語っているよ。今回、日本がレールガンの開発を決定した背景として、北朝鮮が発射実験を繰り返している超音速弾道ミサイルへの対処ということが大きく挙げられているみたい。レールガンは、試作試験段階でも 200km 以上の長距離射撃が可能であり、理論上では、火薬で発射する大砲や燃料から得られるエネルギーにより飛翔するミサイルなどと比べ、レールガンは電気エネルギーだけを利用して砲弾を発射することが可能であるため、低コストで、かつ、連射することも可能であることから、弾道ミサイルなどによる飽和攻撃を受けた際に多数の砲弾を即時に発射して迎撃することが可能であるとのことだよ。防衛省では、これまでにもレールガンを研究しており、試作したレールガンの発射試験においては、方向初速は毎秒2300m、マッハ6程度の速度を記録したんだけど、これは、従来型の火薬で砲弾を発射する戦車砲の方向初速、毎秒1700m から1800m を上回る速度であり、真相ニュース内で番組キャスターより、レールガンを開発することのメリットについて質問が及んだ際、小原上席研究員は、砲弾を極めて高速かつ連射して打ち出すことが可能であり、高速で飛翔するミサイルに対して、砲弾を短時間に多数到達させて迎撃率を、向上させることができると回答をしているよ。そして、米軍による地上試験では、最大射程 370km であるとの報告もあることから、今後、連射速度が今まで以上に向上すれば、火薬を使用しないことによる安全性誘爆の危険性の減少等が高いこともあり、非常に期待が持てる兵器である旨を述べているみたい。また、番組の中で、強力な磁場を発生させる装置を開発することに対する困難さについての質問については、米国が10年間開発を続けた末に開発継続を断念したことを挙げ、その理由として、米国は水上艦艇にレールガンを搭載することを想定していたため、艦船に搭載可能な小型高出力の電源装置を開発しようとして失敗したが、日本はこの分野における研究開発が進んでいるため、その技術的な優位性を活かせば開発は可能である旨の発言をしているんだって。日本が今まで培ってきた技術が活かせるってことだね。そして、現状、米軍のズムボルト9駆逐艦に搭載されている統合電源システム IPS であれば、IPS は艦隊各所で必要な電力量を計算して、必要量に応じて集中して配電することが可能であることから、同艦にレールガンを搭載することは可能であるとしながらも、レールガンを発射した場合に必要な電力は膨大であり、発射する場合は艦内に供給される電力の大半を使用することになり、他の電子機器が一時的に使用できなくなるため、実際に搭載することは現実的ではないことが述べられているんだ。しかし、その点では、日本が誇る小型高出力の電源システム関連の技術を発展させれば、問題の解決は可能であろうとしているぜ。特に電源の実用化に向けては、常時発電することによって電力を確保するのか、それともバッテリーに充電することにより電源を確保するのか、二通りの方法が提示され、
バッテリーで充電する方法については、充電した電力を使い切った場合には、それ以上の連射が不可能になることや、バッテリーの充電にも時間を要することが大きな課題として挙げられていたよね。けどこれらの点に関しては、電源システムやバッテリー技術については、日本が世界でも優位性を持つ多数の技術を有しており、米国との国際共同開発を行うことになった場合には、日本の電源システムやバッテリー技術の技術的優位性を活かして、主導的役割を担うべきだとしているんだ。続いて小野寺元防衛大臣が、レールガンについて、現状の弾道ミサイル迎撃用の迎撃ミサイルが非常に高価であることが問題になっており、レールガンは低コストな迎撃手段であると見積もられている旨の見解を示し、小野寺元防衛大臣が2012年に初めて防衛大臣に就任した当時から、レールガンについて有効な兵器であるとの期待を持っており、多額の予算が必要となる現状のミサイル防衛システムに代わる新たな次世代のミサイル防衛システムを、構築していくために研究開発を行うよう、防衛省内の関係部署へ指示をしたことを明かしたみたい。今後も小野寺元防衛大臣は、現在は自由民主党の防衛大綱について議論するワーキングチームの座長を務める立場から、レールガンの性能向上に向けた予算計上について協力していくとしているんだって。そして、小原上席研究員の意見にも賛同し、日本が有する最先端の電気系関連システムの研究について期待感を持っているとした上で、陸上への配備が優先されるとしつつも、専守防衛の面から、日本へ向かってくるミサイルへの迎撃率を高めるために航空機への搭載も視野に入れるべきであるとの見解を示しているよ。さらに番組内では、レールガン開発に向けた課題とゲームチェンジャーとしての可能性について議論が進められたんだ。課題として挙げられた大電力の電源確保についての他にも、最新の弾道ミサイルは、迎撃率を低減するために目標に対して直線的な軌道を取らず、変則的な軌道をしながら高速で目標に向かってくるとされ、そのような現在諸外国で研究開発が進む極超音速ミサイルに対して、レールガンが実際に有効な迎撃手段となりうるのか、さらには巨額の研究開発費の捻出問題についても小野寺氏と小原氏へ質問がなされたようだね。この質問に対して小野寺元防衛大臣は、変則軌道を行う弾道ミサイルへの対応については、既存のペトリオットミサイルシステム PAC-3 や、イージスシステム SM-3 をレールガンシステムが代替するものではなく、既存の迎撃システムにレールガンシステムを加えて多層的な迎撃網を構築していきたい旨を示し、既存のミサイル防衛システムの迎撃手段が、弾道ミサイルに対して迎撃ミサイルを直撃させることで撃墜することを目指しているが、レールガンも含め、近接新艦などで弾道ミサイルの至近距離で迎撃用弾頭を起爆させて、迎撃するなどの手段も研究していくべきであるとしているんだって。また、小原上席研究員は、極超音速ミサイルは高速になるほど、そのミサイルの運動性は低下することを指摘し、高度が低下していけば空気抵抗が増して飛翔速度も低下するため、高い運動能力を必要とする変速軌道は、高高度を飛翔中にしか行うことができず、飛翔高度が低下していく段階では弾道ミサイルの運動性と飛翔速度が低下し、レールガンでも十分に迎撃は可能であるとしているよ。いろいろ課題はあるけど、開発に成功すれば迎撃率が上がることは間違いなしだね。しかしながら、レールガンの構想は1960年代より議論が交わされており、本格的に各国で研究開発が行われたのもここ10年程度のことであり、その実現性には疑問の声も上がっているぜ。これについて、小野寺元防衛大臣は、小野寺氏が防衛大臣在任中の防衛省幹部は、レールガンに寄せる期待が非常に高く、防空手段としてだけではなく、対艦攻撃手段としても活用していく構想も防衛省内では議論されており、実現の可能性は高いとしているんだ。さらに莫大な研究開発予算について小原上席研究員は、日米共同開発が実現すれば、日米同盟の強化にもつながるため、非常に高い目標ではあるとしながらも2028年までには開発を完了させ、実用化していきたいと語っているよ。そして、2028年という早期の開発完了が成し遂げられれば、日本の技術水準が非常に高度なものであることを中国にも示すことができ、それをもって中国に対する抑止力を高めることにつながるとしているね。そして、日本がこの先もゲームチェンジャー的な革新的な技術を開発し続けることができれば、日本侮り型師として、日本への挑発行為や圧力を控えるようにもなり、日本の平和にもつながっていくと語り、
技術開発を絶えず継続的に行っていくことが重要であると結んでいるよ。このように日本でもレールガンの開発が本格的に始動したけど、これは単なる一兵器開発としてだけではなく、日本の抑止力強化、日米同盟の発展、ミサイル防衛体制の強化など、様々な重要な要素が絡んだものであり、このレールガン開発については、今後も注目をしていくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。本当だよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか、という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、
多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを、1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね。日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの121地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民一人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは一人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも一人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した121地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、
女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその無楽で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ能量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社1995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。
この XF9 は、F-15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイット2社製 F-100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の血税を投入していられた技術は、特に根幹に関わる技術でいられたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、
整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大水力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本は憲法によって、攻撃能力を持つことを制限されているよね。最大の仮想敵国がいる中で、この制限は結構きついよな。いざという時、必ず後手に回ってしまうのは正直死活問題だよね。もちろん、過去の出来事を加味していることもわかるが、時代は変わるものだし、侵攻を行うわけでもない。むしろ国民を守るための攻撃能力の取得は必要不可欠だと思うぜ。防衛能力でも当てはまるけど、攻撃能力があれば抑止力としても機能するからね。そうだね。さて今回は、そんな敵基地攻撃能力取得に向けたトマホークの国産化について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月の自民党総裁選挙に立候補した高市衆院議員は、総裁選の中で自衛隊による敵基地攻撃能力の必要性を強く訴えたよ。こういう声を上げる人がいるのはいいことだよね。現在の日本においては、中国及び北朝鮮からの脅威が年々高まってきており、日本も南西諸島の島嶼部防衛に力を入れ、そのために地上から敵艦などを攻撃可能な地対艦ミサイルの配備を進めている状態なんだ。中国は南シナ海ではスプラトリー諸島やパラセル諸島、バシー海峡等の海域を九段線と呼び、周辺国の同意なしに一方的に中国の領域であると主張しており、島嶼部に大規模な基地の建設を行っているよ。
その行動は自国優先の武力を背景とした、あまりにも露骨で傍若無人なものであり、ロシアや北朝鮮を除いた西太平洋諸国がその海洋進出を阻止するために強調して動こうとしているぜ。日本海域でも東シナ海にある尖閣諸島の領有権問題で、尖閣諸島との接続水域や領海に中国公船が侵入する事案が多発しており、中国公船と海上保安庁の巡視船艇が激しい攻め合いを行っているよ。海上保安庁は、尖閣諸島警備のために専従の部隊を新設し、巡視船の進蔵速度も早めているんだけど、中国はそれを上回る速度で海上警備部隊中国海警の拡充に努めており、海上保安庁は数的な劣勢に立たされているみたい。近年、中国は周辺国への軍事的な圧力を強めており、台湾の防空識別圏への侵犯回数の増加、フィリピン領海への侵犯行為など、中国の覇権主義は膨張の一途をたどっているんだ。それに対抗するため、米国や日本を中心とする西側諸国は、中国周辺の航海において航行の自由作戦を展開して軍事的なプレゼンスを強化しており、西太平洋全域の軍事的な緊張感は急速に高まってきているってわけ。その中国だけど、東シナ海においても第一列島線及び第二列島線と称する、対米線を想定した軍事戦略上の防衛ラインを公表しているよ。その中で第一列島線においては、九州の南海上から台湾へと連なる南西諸島までの領域が含まれており、この防衛ラインが公表された際には各国で物議を醸したみたい。この中国の対米防衛構想では、日本領である南西諸島の中国側海域へは、日米の戦力を侵入させない方針で中国軍は活動するということであり、日本の領海及び領土を中国は勝手に防衛線と位置づけているってこと。これは中国にとって、米中で紛争または戦争が発生した場合は、中国の認識では、日本の南西諸島を一方的に占拠占領し、対米防衛ラインを構築することが規定路線であることが示されていることになるよね。本当に勝手だよね。ズーズーシーにも程があるよ。この他国の領土を我が物顔で利用しようとする姿勢は、まさに19世紀末から20世紀初頭における帝国主義国家の所領を彷彿とさせるものであり、現代21世紀でもそれを行おうとする国家が日本の隣国にあるということは、冷戦時代のソ連という存在のように日本にとって極めて大きな脅威であると言えるよな。2021年10月18日には、中国及びロシア領海軍の艦艇約10隻が日本海側から津軽海峡を通過して太平洋を航行。その後、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過し、大隅海峡を抜けて東シナ海へと航行しているよ。日本は中ロ両国海軍艦艇が航行した海峡は国際海峡として認定しており、公海とされる海域を設定し、平時は民間船や外国艦艇の自由航行を認めているため、今回の領海軍の行動は合法であり領海侵犯行為もなかったとしているよ。しかしながら、中ロの約10隻からなる合同艦隊を日本近海で活動させるということは、日本に対する明確な示威行為に該当するよね。これは日本が推し進める対中包囲網である、クアッド日米豪印の4カ国が協調して対中国に対するプレゼンスを発揮する協調体制や、オーカス米英豪3カ国の対中国を念頭にした反軍事同盟と呼ばれる、対中国包囲網の枠組み構築に対する威嚇警告であり、中国はロシアと共同してそのような枠組みは打破するという意思表示でもあるんだ。日本はこのような行為を断じて容認してはならない立場なんだけど、日本国内では衆議院議員選挙を控えた時期であり、政治的に難しい決断を迫るこの問題がクローズアップされることがなかったのは、日本の平和ボケと言われても仕方ないよ。しかも、政権与党である自由民主党は公約の中で敵基地攻撃能力の保有を掲げていたにもかかわらず、選挙では大きく取り上げることはなかったんだよな。これは国防が票につながらないということが起因しているのだろうが、そうなのであれば、国民はもっと自国防衛に関心を向けるべきなのかもしれないぜ。国会がこのような状況の中、防衛省は着々と敵基地攻撃能力の獲得に動いており、陸上自衛隊で運用している人に意識地対艦誘導弾の射程延伸化に向けた研究開発を進めているよ。現行の人に意識地対艦誘導弾の射程は百数十キロメートルクラスのものであり、専用の運搬車両により任意の地点まで移動して、陸地の敵艦から露見されにくい地点から敵艦に対して地対艦ミサイルによる攻撃を行うことを任務とする装備だけど、このミサイルは山や川などの地形に沿った飛行が可能地形追随機能であり、GPS による精密誘導も可能であるため、能力向上を図れば対艦攻撃だけではなく、
トマホークのような対地攻撃兵器への転用も可能なんだ。現在、2022年度までに射程を 900km 程度まで延伸した改良型の開発を三菱重工が行っており、このミサイルを南西諸島に配備すれば、東シナ海を我が物顔で航行している中国海軍艦艇に大きな軍事的圧力を与えることができるようになり、有事の際に南西諸島を占領しようとする中国軍上陸部隊を迎撃するための、非常に有効な装備となることは疑いようがないんだよね。この人に意識地対艦誘導弾は、最終的には射程 1500km 程度までの延伸を目標としており、仮に射程が 1500km となれば、福岡からであれば、北京まで射程範囲内に収めることすら可能となり、南西諸島に侵攻してくる中国軍艦艇に対してであれば、中国軍の射程外から一方的に攻撃を加えることが可能なスタンドオフ能力を獲得することとなり、中国軍に対して大きな抑止力を持つことができるようになるぜ。現在、防衛省は2020年に人に意識地対艦誘導弾を運用する地対艦ミサイル連隊を増強することとしており、南西諸島への配備を進めているよ。2019年3月には奄美大島に第301地対艦ミサイル中隊を新編し配備、2020年3月には宮古島に第302地対艦ミサイル中隊を新編し配備したんだ。今後、2022年には石垣島にて部隊を新編し、奄美大島と宮古島に配備している301中隊及び302中隊を霊下に置くことで、南西諸島防衛のようにする予定みたい。先に配備された奄美大島の住民からは、部隊の配備に対する不安の声は大きくないようだな。301中隊が駐屯する瀬戸内分屯地が所在する地域の建設業協会の声として、奄美大島が安全保障の最前線となっているとの実感は湧いていないとの声が伝わってきており、地域が中国や自衛隊に対して警戒感を抱いている様子はあまり伺えない状況のようだぜ。逆に部隊配備による経済効果は大きく、301中隊が配備された瀬戸内分屯地の整備費用には630億円の予算が計上されており、奄美市や瀬戸内町の事業者の米58社に対して約147億円の発注がされているよ。これは大きな産業の乏しい奄美大島に大きな経済効果をもたらしており、部隊配備を歓迎する向きもあるんだって。しかしながら、ミサイル部隊の配備によって、敵からの攻撃目標にされかねないとの不安を口にする住民もおり、空爆や艦砲射撃がなされるのではないかと警戒心を抱いているんだ。確かに、いくら経済効果が望めても、住民からすると不安は拭いきれないよね。そうだね。この不安感については、米軍や自衛隊が新たに駐屯する地域では珍しい反応ではなく、防衛省自衛隊は、地域住民と丁寧に対話の機会を増やしていく必要はあると思うよ。このように地域住民の意見は賛否両論ではあるんだけど、南西諸島に自衛隊が配備されなければ、南西諸島の島々は安全なのかといえば、そうではないんだ。中国は対米戦争が勃発した場合、日本の南西諸島を選挙占領することは既定路線であり、すでに第一列島線、第二列島線構想で公に公表までしているよね。そのため、中国軍が占領した島々で自分の基地を造成可能な場所があれば、そこにいる住民を強制的に立ち退かせて基地を造成する可能性も否めないってわけ。そうなれば、南西諸島に住む住民の生命と財産はいずれにしろ守られないことになるよな。そうならないために自衛隊が配備されることになるんだから、地域住民の方には自衛隊が配備されることでの不安より、自衛隊が配備されることでの安心感を持ってほしいものだし、政府は地域住民に丁寧に説明をしていく必要があると思うぜ。現在、南西諸島は中国の脅威にさらされており、中国が南西諸島の選挙占領を目論んでいることを政府やマスコミは国民にもっとわかりやすく説明する必要があるよね。平和はただ寝ているだけでは得られず、日々の国防への努力で得られており、自力で己を守れない国家に平和は訪れないのだということを、国民は強く認識する必要があるのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも毛内域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、
中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位、5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦戦装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦アブクマ型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属するアブクマ型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された。姿護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、
1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦隊全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦隊艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク、41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成海溝ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。
このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な省人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。